感染状況が一時全米で最も深刻だったロサンゼルスの周辺の大型テーマパークがおよそ1年ぶりに一部を再開しました。こちらのテーマパークに入場できるのはおよそ1年ぶりということで、待ちかねたファンたちがオープン前から行列を作っています。80年以上の歴史を持つナッツベリーファームはカリフォルニア州の規制緩和を受けて5日から入場が可能になりました。乗り物などは再開されていませんが、飲食物などの提供やイベントを開催しています。全面的な再開に向けて従業員1700人の採用を検討しているということです。またユニバーサル・スタジオ・ハリウッドやディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークなども来週末以降に一部を再開し、来月初めの全面再開を目指しています。